井村部長と彼女が揉めまして、正直本当に精神的にメンタルやられるぐらい、そうだな、しんどくなっちゃって、で、もう結果辞めるの会社連絡が返ってこないんですよ、うん、また腹立つじゃないですか。あーもう仲直りしようか、握手しようか、あー久しぶりだね。久しぶりです。チラチラ顔も出たけど、ちょうど昨日ライブやってしたら、最近出てないけど大丈夫みたいな、社長と喧嘩でもしたのみたいな、井村部長と彼女が揉めまして、揉めてないけど、だからまあいつだとちょっとゆっくり話すんだけど、はい、いろいろあって、はい、辞めるっていうところまで来とったよね、うん、辞めるらしいよみたいな、ずっとバロメーターがずっとこっちこっちこっちってなって、何が起きたって言ってるわ。でも何って言ったら何ってないような気がするんですよね、その大きな原因がこれがあったからこうなったとか、うん、じゃなく、私の中では勘違いしてる部分もあるんじゃないですかっていうところも正直あるし、うんうん、まあでもそれをまあ話をしてで、まあ、誤解が解けたこともあったのか、うん、まあ、解けてないままなのかも、うんうん、うやもやな状態がずっと続いてた、うんうん、最初何だった、最初のあれスタートって、スタートはでも多分私がそのパンパンになって、うん、正直本当に精神的にメンタルやられるぐらいそうだな、しんどくなっちゃって、でそれを話をしてちょっと物量減らしてくださいって、うん、お願いもした矢先にコロナになっちゃったんですよね。ああそう、そうなるとやっぱ1ヶ月ぐらい喋ってないな。そうです、喋ってないと思います多分、ね、もう本当にそのタイミング、あの時に声かけ、社長が声かけてくれて喋れよって言ってくれて喋った、うん、本当次の日かその次の日ぐらいにコロナになっちゃってるんで、あの時はもう辞めたいって言ったのかな。辞めたいまでは言ってなかったんですよね、うん、ただこのままおったらさっきも言ったけど、うん、嫌いになっちゃって辞めなかんくなっちゃうかもしれんのっていう状況までは正直来てました、うんうん、もう本当にこのまま行ったらやばいなみたいな、うんうん、っていうのが自分で初めてその時に気づいて、うん、でちょっと物量を減らしてほしいっていうお願いをして、うん、減らしてもらうっていう話だった先にコロナになって長期休暇になったっていう、うん、あ そ, うまあ、そもそもの視聴者が多分これじゃ何も全然わからないと思うんだけど、まあ、言いづらいけど、ね、俺が言ったけど、まあまあ現場管理能力がくしゃくしゃになってきて、すごい優秀だったペコちゃんが急に、まあ、現場管理能力とか、まあ、いろいろ現場でも問題がちょこちょこ起きて、なんかもうしんどいですとかやめたいですと、まあ、それはなんとなく俺も肌で感じとったり、もうなんか面白くなさそうにしそうなみたいなね、なんか面白くないと仕事もなんか効率も悪くなってくるじゃん、だからなんかおもろないんだろうなって、で多分物量なのか何なのか俺は分からんけど、で大炎上しちゃったよな、なんか何で大炎上したんですかね。そのコロナで結局急遽そのまま熱で出れませんってなった時に、結局私が一人でほとんど全部管理をしてたんで、そう、井村さん林さんの二人の現場の管理を今してるわけで、うん、同時でまあ同じ、まあ、物量は井村さんの方が多いですけど、うん、林さんのやつも何件も管理をしてた上 で、うん、でそのコロナになった時も何件か林さんのもあって井村さんのもあるような状態で現場がこう動いてるような状態だったんですね、うん、で井村さんにほとんどの現場がクレームになっとるみたいな感じで言われて、うん、まあなんでだろうって思う現場と、あそれは確かにこっちのあれだ、忘れとったわとかっていうのも もちろんあったんですけど、うん、そう全部クレームになったっていう一言でそのまとめられた時に怒ってますよ主人の皆さんじゃ怒ってないんですけど、うん、えみたいな、うん、だからそこで心配になって林さんの現場の方は大丈夫かなって、うん、だから林さんにも大丈夫って、うん、これはここまでやってるで、うん、ここからお願いしますっていうのも含めて、うん、話をしたらもう林さんの方は何事もなく全部スムーズに現場終わってくれたんですよ、うん、で、まあ、井村さんの現場何件かそのクレームになっとるっていうのももちろん井村さんが対応してくれて、まあ、クレームになったところも丸く収めてもらって、今全然どんなクレームがあった、まあ、これ視聴者でお客さんも見とるでどんなクレームなんだろうって言ったら、まあ、1個はポリカの採寸間違い、うん、ああそれ聞いてるね、がまた2回間違えた。そうです、1回目でもそれもなんでだ、自分多分全然それは私のミスなんで私が悪いんですけど、うん、完全に、うんうん、自分で外して地面に置いて測って、うん、間違えて線長間違えた、そうです、ミリ単位でやさ、ね、でもそれも1ミリ2ミリ違うんだったら、うん、まあまあ見間違えとかだなって分かるんですけど、うん、30センチぐらい足りなかったんですよ1回目が、いやで本当にえってなって自分でまた取り付けに行ったんで、つ、うん、けてる最中に足りんってなって、うん、お客さんにすぐごめんなさいって言って採寸間違えちゃったんで、うん、もう一回発注かけ直しますって言って、うん、その時にももう一回ポリカを外して、うん、間違えないようにって測ったのに、
なぜかまた間違えてたみたいで、それで2枚パーにして、そうです、でその2枚目の時にコロナになってるんで、井村さんに取り付けをお願いしてるんですよ、うん、でその、そしたらその2枚目、だから2枚目も違うってなって、また井村さんが多分最初にしてくれて、うん、最初取り付けに行ってくれてるんで、うん、そこでまあお客さんが怒ってる、それはまあもちろん私が間違えたんで、うん、それは納得だし、うん、申し訳ないっていう気持ち、うん、ごめんなさいっていう感じなんですけど、うんうんうん、で、結果辞めるの会社？辞めないです全然辞めないです結果辞めるの？辞めないですけど、うん、全然辞めたいとも思ってないですし、うん、ただ本当に初め人生で初めてあんだけちょっと情緒が不安定に、あ、まあそんな感じだったよね。ちょっとなんかイライラしょったよね。なんかもうイライラとかじゃなくて、うん、なんて言うんですかね、なんかもう無、うん、もうそれこそ本当にロボットで機械でずっと動いてるみたいな、うん、で仕事詰めすぎじゃない、 YouTube もやりすぎて、 YouTube やった、正直 YouTube でも全然上げれてないぐらい本当にパンパンな感じで、うん、もう家帰っても仕事のことずっと考えるぐらい、うん、あれやらなきゃこれやらなきゃみたいな、うんうんうん、のがずっと多分そのバタバタバタって続いて、初めて本当にあんな自分を見たというか、あ、自分ってこんなところもあるんだみたいな、キャパあるんだみたいな、あ、そういうことな、自分が追い込まれて、そうですそうです、仕事も入っとる、処理も出さなが、もうでどんどん遅れとるとくしゃくしゃな、頭も、頭ってそうじゃん、遅れとると結局寝てても仕事のことみたいな、目つぶっても明日あれやって、明日この職人さんに電話してとかっていうのを考えながら、うんうん、で朝起きてすぐもう職人さん会社の携帯見てみたいな、うんうん、っていう風にずっとなってて、できるできるって言われてるからやらないかんっていう気持ちにももちろんなるし、で自分もできる、まあ余裕っしょみたいな、うんうん、できるっしょみたいな感じの性格だから、やれると思ってたけど、結果として自分の限界はやっぱりあったんだっていうのを、まあ、そうそう、俺もなんか聞いた時は、ね、まあ、まあ大変ですけど頑張りますみたいな答えだったな。そうなんですよ、何がきっかけか本当に全然自分でも分かんないんですけど、うんうん、急にですね、うん、急になんか全部が崩れ落ちたというか、うんうん、大炎上だと思う、天井外気とかでもあんま話題になってたから、そうなんですよ、山本さん同じの話題だよ話題にしていただいて大丈夫かっつって、どうなるでもはっきりさセラバーなんか自分も分かんなかったんですよね。だからその、うん、まあ、コロナでまあ熱でもちろん死んでる期間もあって、うん、復活してからも、うん、感覚が分かんなくなっちゃったっていうか、うん、一回壊れたから、うん、戻すのにちょっと時間がかかるというか、うん、でやっぱ私もいかんのが、自分で結局全部やろうやろうっていう風で、うんうん、熱の時のことの対策を考えてないというか、うんうん、あんまり普段熱で休むことがない、うんうん、ここ入って多分熱で休んだことなんかないんですよ、うん、熱で休みますっていうことはない体質だったんで、うん、その熱でもしかして休んだ時に誰かに何かをしてもらわなあかんっていう対策をしてなかったんですよね、うん、なるほどな、だからもう自分で全部把握しとけば分かるみたいな、うん、自分がどうせやるから自分だけが把握しとけばっていうので、うん、簡単にポンって引き継げるような状態を作ってなかったっていうのも、もちろんそれも多分スッて引き継ぎできなかったことの原因だなっていうのが自分の中でもちろんあって、うん、そこは失敗点だなみたいな、なかなかそれ難しいよね、引き継ぎ前提で仕事しとくって、まあでもそのなんかちょっとこう例えばメモに残しとくなり、うんうんうん、あ、ゲームことでね、そうですそうですっていうのでもちょこっとでもやっとけば、うん、ポンってできたことを、だって私も結構コロナが重症だったんで、うん、熱が本当に下がらなくて、うん、ずっと節々が痛いっていう状態だったから、連絡をもらってもすぐにポンって連絡をやっぱ返せない、うんうんうん、状況だったから、うん、それでやっぱりこっちにはこっちで迷惑をかけちゃってるんで、うん、現場のこと知りたいのにうちと連絡が取れん、うん、みたいな感じで噂になったらしいんですけど、うん、いや別にその取りたくなくて取ってないわけじゃなくてみたいな、本当にしんどくて、うん、もう携帯も見れない、うん、ぐらいの状態だったからっていうのはあったんですけど、うん、やっぱそういうところも踏まえると、まあ、何かしらそういうことはしといかないかなっていうのはあったりとかはしたんですけど、はい、やるって決めたんだね。そうですね、険しい道を守るって決めたんだね。この会社が好きだからやってるんで、うんうん、単純に、うん、その別にその従業員、うん、上司、うん、仲良し恋しがしたくてお友達ごっこでやってる仕事じゃないし、うんうん、単純に自分がこの仕事転職だ好きだ、うん、合ってるって思って働かせてもらってる
ところだから、うん、それを嫌いにはなりたくない、うん、だから嫌いにさせてほしくもないっていうのが本音なんですよね。視聴者の皆さん、ペコちゃん久々に登場で、また今後出てくると思いますんで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。何やったんですか結局、一体何が一体何やったんですか。現場管理じゃないですか、うん、ペコちゃんが毎月、まあ、これぐらいは現場管理しましょうねっていうのが、うん、まあ、決まっとるじゃないですか。その物量を任しとったんですけど、忙しい時期が続いて、うん、現場の管理がちょっとパンパンになってきて、手につかんくなってきたのか、気持ち的にちょっと萎えてきちゃったのか。コロナになった前の、コロナになる前ですね、うん、前に、まあ、そういうことが起きて、うん、でコロナになる1日2日前ぐらいですかね、うん、にちょっときついですと、まあ、やめるやめんっていう話になって、で、あ、まあ、じゃあ一回ちょっと整理しようかと、うん、現場の管理を、うん、でまあ、本社3人おるんで俺含めて、うん、アイドル人間がおるんだったら、まあ、振り分けて、うん、まあ、やればいいんじゃんっていう話で、うん、例えば10件やっとるんだったら、じゃあそれを6件にしようかとか、うん、でその4件を俺ともう1人、うん、ここでやろうかっていう話、うん、はしとったんですけど、まあ、ペコちゃんの時にもまあちっちゃいと言ったけど、まあ、うちのスタイルは営業って管理が俺で分離しとったんだな、そこ。そうですね。で営業は営業の宣伝で管理は管理の宣伝、まあ、契約した人が最後までやるっていうスタイルをずっとやっとったけど、はい、まあ、本当はそれが一番いいんだけど、やっぱりどうしてもね、次の商談が入ってきて意識がそっち行って、やっぱお客さんにいいサービス提供しようと思うと分けた方が今のところはいいよな、こちらは。そうですね、まあ、一応まあその営業ももともとその管理やったんな、管理もやってたし、まあ、全くバトンタッチってわけじゃないんで、うん、まあ、現場に顔出したりとか、うん、やっぱお客さんから直接電話かかってくるとか、そういうとかもあるんで、まあ、2人体制でやるみたいな。そうですね、ただメインがそっちの管理の方になるっていうだけで、うん、営業がサブになるみたいな感じ、うん、で、まあ、大体まあ二人三脚じゃないですけど、それでまあ現場管理してるんですけど、うん、でまあ、そのある物件数をちょっと無理があって、うん、でまあ、そのじゃあ振り分けようかっていうのを、うん、話するミーティングもともと入ってるんですけど、うん、それができなくて、で、まあ、本人はもうちょっと限界ですみたいな状況だったんで、うん、まあ、あの振り分けるっていうのは決まっとったんですけど、うん、結局そこからもうすぐコロナになっちゃって、うん、現場の内容が分からなくて、ちゃんと行ったんですよ、うん、それで引き継ぎがうまくできなかったんだ。そうです。ああ、なんかそれで、まあ、熱もあるって聞いとったんで、うん、まあ、電話するのはちょっとしんどいだろうなと思って、うん、まあ、LINE に仕上げとったんですよ。でどっからどこまで進んどるかだけ送ってって、うん、そしたらもう全部こっちでやるからっていう話をしとったんですけど、うん、まあ、熱が出て、ね、しんどいっていうのは聞いとったんで、うん、まあ、あんまり連絡してもなと思っとって、うん、この際聞けないからもう現場に聞きに行くしかないじゃないですか、こっちは。お客さんにな、お客さんとか職人とか、で、まあ、聞いていくと、うん、まあ、いろいろ問題があったりとか、くしゃくしゃになっとるなって、はい、うん、まあ、全部が全部ではないですけど、問題が出たりとか、全部っていうその表現のやつですでもこれは、俺が行った現場は全部クレームだと思うそういう意味の全部あ、そういうことなんだな、そうです。そっからがまあ内容が濃いんですけど、また、うん、まあ、いろんなミスがあるじゃないですか、人間で、それは別にいいんですよ。そのミスをしたことによって、うん、じゃあ俺がカバーするとか、まあ、ケツを拭くっていうのは別に問題ないんですけど、うん、そこに対してマイナスな部分のお金が発生してるんですよね、うん、本来かからない部分がかかってるとか、うん、っていうこともやっぱあるんで、うん、でそれを簡単にすいませんで済ませるのはちょっとおかしいよって俺からしたら、うん、思うし、うん、まあ、こっちが管理して、うん、すんなりと終わってたんですけど、うん、まあ、そっから結局俺もまそれに対して、うん、何やってんのっていうやっぱ思いが出てくるわけです、うん、確かにパンパンなの分かる、うん、それ引き継ぎもじゃしてない、うん、こっちからしたら、うん、みんなにもやっぱ頭下げて、うん、頼んでお願いしますってやっとるのに、うん、まあ、それは知らんわけじゃないですか、本人は、うん、結構バチバチにぶつかったんだろう。まあ、うん、まあ、そうですね。で俺がまあ気を使って、ね、まあ、LINE 送っとるんですけど、うん、明日のことが分かんないことを俺が夕方ちょっと前か夕方ぐらいに送ったと前日の、うんうん、
連絡が返ってこないんですよ、うん、また腹立つじゃないですか、うん、明日のことやねみたいな、こっちは分からんで聞いとる、うん、だけど向こうはしんどいと、俺もキャップずって LINE にしてあげてる、うんうん、なるほどな。でこの間まあ話して2人で、うん、俺はこうなってる、うん、何回か話し合ったんだろ、それでね。そうですね、2回くらいの話ですね、うん、で、今はいい感じなの。今は、まあ、まあいい感じかどうかっていうか、うん、俺もその腹立つのは、その本当はできるのにっていう思いもあるし、うんうん、その本人も、うん、あのペコちゃん、うん、あからさまに投げやりになった部分があるんで、そこに対して俺は腹が立っとるわけで、さやな、そうです。で、それが俺もまた劇で来るもんで、余計分からんし、うん、本人にも確認できてないんで、それが、うん、うん、何もう、気持ち悪いし、言い方的に結構大きいのかなと思ったら、どんなちっちゃいのかで、次やかもう一応だって話して管理の、うん、まあ俺が思うできとる部分とできてない部分がやっぱあるじゃないですか、うん、でそこはできるようにしようねみたいな話はしたんですけど、うん、だまあ彼女もモヤモヤ取れ、完全に取れたと俺は思ってないので、まだ、うん、なるほどね、大人だね、もお料理絶対考えない、大人っていうか、なんか考え方が違うんじゃない、そっち のあなたとって、そう、そうちょっと一回呼んでようか、電話して、ペコちゃん電話して、電話して、ペコちゃん電話してるペコちゃん電話してるから電話終わった、ちょっと先、なんかちょっとお前、胸パッと入れてる、なんか胸がでかくなったんちゃう、セクハラやん、もう完璧なセクハラだよ、胸大きいやん、セクハラ、セクハラだよ、なんでセクハラだよ、え、ちょっぱエッチだねとか言っとったらお前セクハラだけど、じゃじゃじゃ、言い方の問題じゃないんだって、胸大きくなったら妊娠したんかのじゃあそうしたら、A 社だったらな、そうじゃあそうしたら妊娠したのとか聞けばいいじゃん、妊娠したのパッと入れたとか言って間違ってね、パッと入れたのが失礼、そう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 、大きくなったねって、会社員とかさ、ジムだったらあのセクハラかもしれない、営業だったらセクハラかもしれない、でもセレスとしてはセクハラじゃないです、いやセクハラです、とってもセクハラです、あーもう仲直りしようか、あれでもう仲直りしようか、先生握手しようか、あ一回一回言いたい、一回一回言いたい、一回一回言いたい、じゃないそうそうそう、こいつもイヤイヤショートとめちゃくちゃ、うん、でそういうこと言わんじゃん、こいつってあんまり、だから俺あんまりもめてたんだなって、多分お互い言葉に出してないから合ってないし、空気がバチバチみたいなあでも結果最終的には話し合いの場を設けてもらって、うん、言いたいことは言って、うん、言われることは言われて、うんうん、だから一番納得できるか、コロナでクソエレい時にラインボンボンしてくること、いや、そういうことは別にそんなことじゃないです、別にじゃあでもまあさ、俺が昨日も言ったら別にもうどうでもいいわけよ、今日から一生懸命決めるそれでいいわけよ、一つは視聴者の人も、まあ、お客さんも一人であれだけど、本当にそのどうでもいいって、あの違うの、俺の考えはやっぱ楽しくないと嫌だから、まあ、言ってたさっきのやっぱ会社が好き、人が好きで、俺それってすごい大事なことで、で腹立つのあるわけよ、俺もそうだし、やめてよ、本当にもうどんなに私が会社好き、ない好き、みんな好き、仲良くやってる、でも仕事ができてない、もうそれだけで終わりなんでしょ、仕事って絶対的に、で俺は昨日の話の中で、ああそれはないだろうな、まあプライドは高いからな、いい意味でね、だから絶対しっかりやるんだろうなって言われたことっていうよりは、まあ、自分で多分一番分かってたことだと思うんだけど、誰もないと思ってるよ遅かれ早かれ多分こういうのは多分出てくると思うんで、うん、多分俺は良かったと思ってるけどね、まあ、今回こういうのがあって、うんうん、ペコちゃんもやっぱその仕事に対しての責任持ってやってるし、うん、俺もそうだし、うん、でお互いそのプライドもあるわけで、うんうん、でも変なプライドは別にいらんじゃないって思うけど、うんうん、やっぱその仕事やっとりゃぶつかることも
っぱあるじゃないですか、うん、立場班同士でもあるし、うん、営業同士でもあるし、うん、営業と管理、営業と職人もあるんで、うん、でマンツーやると多分お互いその気に食わんとか出てくるんで、でも、うん、そういうことね、なんで、もう良かったのかなと思うけど、うん、じゃあ握手でもらおうか、握手好きだな、握手じゃあお前はもう恥ずかしいな、一緒に握手しよう、まあ、コロナ一緒に握手しよう、こっちこっち握手、俺も握手 しないただやりたいだけやし、やりたいだけでしょ俺もペコちゃんと手を繋ぎたいな、みたいな、いやいや、だから2人が恥ずかしいんだろうなって、あ3人でも作ろう、じゃあお前も作れ、なんで？なんで？じゃあ3人で待ってろ、3人で。俺が大事に言った子は会社は俺が社長だ、俺のルールで取ってやれ。だんだん声小さくなっていったし。弱い。弱くなっていった。全員役、手伝え。言い残すことはないか、とりあえずはないか。じゃあみんな、俺に続いて言え。我々は、声がちっちゃい我々は、いついかなる何時も、いついかなる何時も言いづらいことや言いづらいことや言いやすいこと言いやすいことちょっとずつ頑張っていってきますちょっとずつ頑張っていってきますせーのまだ見てねーせーので何言うかまだ見てねあとちょっと宣伝ですけど、足場の買い取り、はい、本当にね、まだ全然足りてないんで、ぜひ高価買い取りしてますので、ぜひ声かけてください。一部だけ売ってもいいとかさ、もうそんなんだけでもいいから、あまり使ってないからっていうんで、声かけていただいたら、ちょっとね、本当に材料が足りてなくて、もうリースすっごいしてるんで。ぜひ動画書いてしますのでぜひ声かけてください、はい、お願いします、はい、それと実習生実習生の、うん、もあー、もう実習生で思い出した今日ちょうど、まあ、帰ったな泣きましたほんと私ちょうどドゥックと同じぐらいなんですよ、はい、来たのが5年じゃないですか、ちょうど私も同じぐらいで、もう入った時からニコ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 してくれるのがやっぱまた面白かったよな、そうなんですよ、なんか送っててるんですよね、ひろくんとみやさんと、ぜひそちらの方も見てください、お願いします、よろしくお願いします、お願いします、チャンネル登録お願いします。